はい、こんにちは、ペタでございます。横澤物語やっていきましょう。1400飛んで2回目ですね。春場所の後半戦、松山さんは高駿河さんと当たります。で、下田忠里さんは来光さん、一条さんはデイミズさんとの同門対決、猪熊さん、玉津波さんと、そして同門対決ですね。デミさんは早くも今場所3敗しております。一条さんじゃない、堀川さんはゲイブナダさん、クロモンさんは諸瀬戸さん、中田忠里さん、沖野桜さん、まだ下と当たります。油野浩二さんは関明影郎さんとですね。猪熊さん勝ち越しがかかっております。今日のお相手は2勝6敗玉津波さん。さすがに判断力鍛えると全然違いますね。かなりの確率で勝つようになってきてる。ただし玉津波さんも負けてない。ここは寄り合いになっております。外掛け足技決めた、勝ち越しました。8勝1敗クロモンさんは6勝2敗の諸瀬さん、これはパスします。下田忠里さんは7勝1敗来光さん、松山町さんは2勝6敗今場所もかなり負け先行の高駿河さん、中田忠里さんは沖野桜さん、お相手3勝5敗堀川さん5勝3敗関明ゲイブノアさんとの一番。さあ連勝を伸ばせるか。さあここは一気についていく、追い込んだ、そのまま突き倒した、堀川さん9連勝。そして同門対決、8連勝中の一条さんと5勝3敗小結び出水さん同門対決。さあまずは一条さんの強烈な突き、出水さん即座に押し返す。今度は一条さん押しに入る、押し合いとなりました。さあここで一気に行く、出水さんが一気に行く、追い込んで一条さん土俵際、なんとか2つ返しましたけど、また出水さんが一気に行く。一条さん土俵際で粘ります。真ん中に戻した、再度逆転、切り返しはこらえて、ただ神様は全く技を出さない。力で行こうとする神様、そして押しが冴える出水さん、再び土俵際、出しなきゃかわした、しかしまた押しに入る、押し出し、勝ったのは出水さん。油野浩二さんは関脇影郎さん、お相手3勝5敗。9日目結びの一番、下手投げ落ち着いてました。さあここで同門対決で一条さんに土がつきました。立ち風さんとテロンハンさんはテロンハンさんに軍配、松山町さんはしっかりと元三役の高駿河さんを首投げで下しております。10両下田忠里さん、猪熊さんが勝ちました。黒門さん敗れてますね。ということで全勝は堀川さんと中田忠里さんの2人ですね。下はまだ、勝ち越してませんね。松山さんも6勝3敗。では10日目いきましょう。お、下田忠里さんと猪熊さんの同門対決、そして中田忠里さんと一条さん、
デミズさん、今日はヒエンさんですね。三役クラスの力を持っているヒエンさん。クロモンさんはコヤンさんさん。そしてここですね。さあ星の取り合いになるのか。そして油の浩二さん、結びの一番は小結び立ち錦式さんとです。クロモンさんは5勝4敗のコヤンさんさん。同門対決です。8勝1敗の猪熊さんと9連勝中の重量筆頭下田忠里さん。先に回しを取ってすくった、あっという間に決まりました。下田忠里さんが10連勝。松山さんは4勝5敗の戸野美さん、こちらはパスします。6勝3敗同士、出水さん今日は比叡さんと。堀川さんは2勝7敗戸越嵐さん。そして同門対決、8勝1敗の一条さん、9連勝中の中田忠里さんの一番。こらえる一条さん。ここで突きが入る。いや、すぐに押し返す、突き返す。2つ入った。今度は一転して突き合いとなりました。3つ入って追い込んだ土俵際、突き出し、ここは神様の勝ち。結びの一番、油の小路さんは5勝4敗の立ち錦式さん。けたぐり決まった。1敗を守ります。立ち風3連敗。かげろうさんはまた敗れてますね。で、あ、松山さん、けたぐりで敗れた。そして同門対決は下田忠里さん。クロモンさん、今日も敗れて7敗目となっております。10日目終了。全勝は堀川さんただ一人、9勝1敗が5名ですね。竹野内さんを入れて、ゲイブラーさん6勝4敗、カゲロウさん3勝7敗、デミさんは勝ち越しリーチ7勝3敗となっております。立ち引きさんは5勝5敗、会では霧風さんが勝ち越している。あとは6勝が最高ですね。重量全勝は下田重里さん、8勝2敗で2人、諸生徒さんと井の熊さん。黒門さんは負け越しリーチ3勝7敗で11日目。一条さんと立ち錦さん、出水さんは霧風さんとね、今場所も勝ち越してましたね。そして堀川さんは1敗で追いかける竹野富士さんと、中田忠里さん、油の小路さんとの同門対決。11日目結びの一番となりそうです。3勝7敗同士、クロモンさんは玉津波さんと、両者とも負け越しがかかっている一番。先手は玉津波さん、寄りが2つ入る、3つ目も入る。ここで差し替わって首投げ、狙ってました。玉津波さん、クロモンさん負け越し。井の熊さんは7勝3敗の荒日高さん、こちらはパスします。下田忠里さんは7勝3敗虹の海さんと、6勝4敗同士、松山さんは大旋風さんと、レミズさん勝ち越しがかかっております。今日の相手は先に勝ち越しております、8勝2敗の霧風さん。押し、突き、突き、さあ追い込んだ。しかしここで土俵際、霧風さんの首投げが決まりました。デミさん勝ち越せず、堀川さんは9勝1敗、竹野内さんこちらパスします。一条さんは立ち錦式さん、お相手は5勝5敗です。さあここはしっかり勝って1敗を守りたいところ。残った。
追い込んだ。まあ、しかし粘る立ち錦さん、寄りがまた2つ入る。再び突きに入った一葉さん、今度は突き出しました。1敗を守ります。9勝1敗同士の同門対決、11日目結びの1番、アブロンコイさんと中田獣医さん。激しい付き合いとなりました。さあ中田中さんが追い込んだ。突き出しは失敗、しかし下がらない。苦しい横綱。再び押しで追い込んで、まわしを持っている。けたぐりが最後は決まったのは中田中里さん。アブランコイさん2敗目となりました。11日目終了ですね。出水さんが桐風さんを追い込んでからの首投げ、松山さん救って7勝目、下田千里さん、猪熊さんともに勝っております。黒門さんは今日敗れて8敗目となりました。11日目終了。全勝堀川さんキープしてますね。10勝1敗が3名、一条さん、寺川さん、中田千里さん、そして、9勝2敗で、アブランコイさん、立ち風さん、竹之内さん、桐風さん、松山さんは7勝目となって、南西流さんも7勝目やね。7勝4敗、十両下田チューリーさんが全勝、9勝2敗で2人、8勝3敗2人、あとは7勝は 1,2,3,4,5,6,7 名もいるね。黒門さんは今日敗れて3勝8敗、負け越しが決まりました。12日目参りましょう。松山さんは誉れさんとですね、元三役。下田チューリーさんは大雪山さんと、一条さんは今日は東社嵐さん、猪熊さんは今日は豪将軍さん、で水さん今日は鬼比叡さんとですね、堀川さん、あー出ました、テロの花さんとだ、黒門さんが沼津奈良さん、中田中里さんが桐風さん、アブランコイさんは竹の富士さん、黒門さんは6勝5敗の沼津奈良さんと、十両はもう全発やね。猪熊さんは8勝3敗の豪将軍さん、下田中里さんは6勝5敗の大雪山さん、松山さん勝ち越しがかかっております。今日は6勝5敗、元三役浅井誉さんとの一番。さあ肩取ったり大技決まった。ここで勝ち越します。8勝4敗、中田中里さんは9勝2敗の桐風さん、こちらパスします。出水さんは勝ち越しをかけての一番、6勝5敗、鬼平さん昨日は敗れて4敗目となりました。押しが2つ、上手出し投げ、今日も敗れました。出水さん5敗目、堀川さんは10勝1敗、大関テロ、大関同士ですね、テロハンさんとの一番。おお、坂取ったり突きで追い込みました。差し勝って突き出し、全勝キープ。一条さんは2勝9敗の戸越有さん、こちらパスします。そして結びの一番、アブロン小石さんは竹野内さんと9勝2敗同士、こちらもパスして勝ってますね。出水さんは今日も勝ち越せず、中田中里さんは桐風さんを破って、1敗をキープしたのかな。松山さんは
坂取ったりで勝ち越しを決めております。十両下田十里さん、あ、猪熊さん敗れた、3敗目かなこれで。で黒門さんは今日も敗れましたね、9敗目。12日目終了、全勝は堀川さん11勝1敗で、一条さんと中田中里さん。堀川さんと一条さんがねまだ当たってませんので、この後どうなるかというところですね。で水さんは残り3日間でテルアーさん、ゲイブナーさん、カゲロウさんと当たります。まあカゲロウさんだったら勝ち越せるかもしれない。その前に中田中里さんが上と当たるかどうかやね。はい、では松山さんだけが勝ち越してますね。10両、3勝差になったから、下田中里さんがほぼほぼ決まってるのね。明日勝てばもう文句なし。五将軍さんとそれかモルセツさんが敗れるかですね。まあ猪熊さんもあるけどね、ほぼほぼ決まりましたね。で、黒門さんは3勝9敗という状態ですね。それでは13日目、上位同士の争い、松山さんは港朝日さん、下田千里さんは大将軍さん、一条さんと堀川さん。まずこの2人がいきなり当たる。猪熊さん、陳馬さんと、で水さんはゲイブナザさんが先に当たります。堀川さん、そうでしたね、一条さんと。アブランコジさんは立ち風さんとです。クロモンさんは全敗中の時あうみさんと、猪熊さんは2勝10敗の陣馬さん、下立ゆりさんは9勝2敗の豪将軍さん、あ、9勝3敗でしたね、ごめんなさい。松山さんは3勝9敗の港朝日さん、中田千里さんは2勝10敗の戸越嵐さん、で水さん勝ち越せるか、8勝4敗勝ち越しておりますゲイブナダさんと、はたき込み奇襲失敗、はたいた、ずっと狙ってましたね。ここでデミーさん勝ち越しました、8勝5敗。同門対決、11勝1敗の一条さん、そして12連勝中の堀川さん、大関同士の一番。2丁投げ、大技、一条さんの勝ち。ここで辻がつきました。堀川さん結びの一番は10勝2敗同士、アブランコイさんと大関立ち風さん。ここは突きが入る、ストレート勝ちとはいきませんでした。もう一回ついていく、しかしここで差し替わる。3度目の正直ともならない。今度は立風さんが盛り返してきました。真ん中に戻す、なかなか差し替わらない。突きが決まらなくなった。一気にいく、突き出した、粘り勝ち、2敗を守ります。さあここで同門対決は神様に軍配、堀川さんについに13日目で土がつきました。デミズさんはゲイブナーさんを破って勝ち越しに成功、中田中里さんも今日勝って1敗をキープ、松山さん坂取ったりで9勝目、10両下田中里さん10両優勝を決めました、13連勝。猪熊さんも外掛けで今日は勝っております。黒門さんは手投げで時あみさんを破った。
13日目終了、12勝1敗が3名、11勝2敗が2名という状態ですね。桐風さんも2桁勝ち決めてきました。南千流さんようやく勝ちまして勝ち越しに成功。十両、先ほど言いましたように下田樹里さん勝って十両優勝、13日目の時点で決まりました。あとは10勝3敗が2人と、で9勝4敗が1、2、3、4、5名という状態ですね。では14日目いきましょう。松山さん、南星龍さんとね、下田樹里さんは安房桜さん、神様一条さんは立風さんと、ディミツさんはテルハンさん、堀川さんが油の工事さん、黒門さんの、大雪山さん、前頭筆頭同士中田千里さんと、竹野内さん、そして結びの一番は油の工事さんと堀川さんです。堀川さん敗れるとほぼ優勝戦線脱落と言っても過言じゃありません。黒門さんは7勝6敗の大雪山さん、猪熊さんは3勝10敗の出羽三山さん、下田千里さん、安房桜さんね、お相手7勝6敗、松山さんは8勝5敗の南星龍さん、10勝取れるかやね。中田千里さんは9勝4敗、前頭筆頭同士竹野内さん、出水さんは11勝2敗大関照ノ花さんの胸を借ります。一条さんを破ったように勢いよくいけるか。おお、一気にいく。打ち掛け、テルナーさんの技の勝ち。一条さんは10勝3敗大関立ち風さん、ここでつまずくわけにはいかない。一条さんなんとか勝ちたいところ。さあ先に寄ったのは立ち風さんの寄りが入る2つ目、これは厳しい体勢、なかなか引かない。追い込んだのは立ち風さん、寄り切り、一条さん2敗目。結びの一番、油の小石さんは、堀川さんとの同門対決、11勝2敗の油の小石さん、12勝1敗の堀川さん、勝てばここで優勝がぐっと近くなります。横綱が突き出しました。堀川さんも2敗目。さあこれで分かんなくなってきました。中田忠司さんも勝ってるけどね、これで巴戦場外になるかな。あーどうやろう、十両は下田千里さん、猪熊さん、黒門さん敗れたね。14日目終了、整理しましょう。中田千里さんが単独トップですね、13勝1敗。このまま明日は立ち錦さんになるのかな。寺川さんとも当たったんだっけ、まだだよね、多分。誰かと当たるんかもしれませんけど、13勝1敗で単独トップ、12勝2敗が4名。11勝3敗が2名。松山さんも10勝4敗になりましたね。そうか、中田樹里さんが2敗してるイメージがあったからね。このまま明日そのまま勝てば優勝が決まるとね。で一条さんとアウランコイさんが当たるからどっちかが敗れる。で、立川さんと堀川さんが、堀川さんはまず勝たないといけないと。中田樹里さんの、ね、状況次第、中田樹里さんが勝てばそのまま優勝が決まります。十両、下田樹里さん負けなし14連勝、猪熊さん11番勝ちました。そして黒門さんは10番、敗れました。では千秋楽、これは予定通りやね。これも予定通り。
ああ、やっぱり予定通りやね。横同士やね。ということは、テルノアさんとゲイブナダさんか。クロモンさんは10勝4敗の虹の海さんと、イノクマさんは1勝13敗、ユーゴーさん。ああ、入っちゃった。で、下田中里さんが10勝4敗、荒日高さん。松山さんは6勝8敗の玉隼人さん。中田中里さん7勝7敗、小結び立ち木さん。勝てばもうその時点で優勝が決まる状態です。追い込んだぞ中田千里さん。突き出し、自力で優勝決めました。14勝1敗。デミズさんは4勝10敗。関明影郎さん、なんやかんやって10番勝ちましたね。デミズさんうわ、手出し投げ、追い込んでから今場所何度目かな、これを見たのは。堀川さんは11勝3敗、大関立ち風さんと、一気に追い込みました。ストレート勝ちとはいきませんでした。土俵際から粘るのが立ち風さん。しかしここは突き出し、堀川さんは13勝2敗で終了。結びの一番12勝2敗同士、油尾浩二さんと一条さんの同門対決。二丁投げ、一条さんが13勝2敗、油尾浩二さんは12勝3敗で終了となります。松山さん千秋楽敗れたね。あとは下田千里さん、猪熊さんが勝って、黒門さんは千秋楽敗れました。春場所終了です。上からいきましょう。アブランコイさん12勝3敗、一条さん、堀川さん13勝2敗、デミさん8勝7敗、中田千里さん14勝1敗、桐川さんは12勝3敗で終わってますね。松山さんは10勝5敗、10両、下田千里さん全勝15連勝、猪熊さん12勝3敗ということですね。優勝が中田千里さん、技能賞松山さん、関東賞な、中田千里さん、祝賞デミズさんという3勝でした。ああ、上がんなかった。また発動か、これは。ということは、電源入れ直しやな。はい、ということで、夏場所に入ります。星は3の10の7の、9の10。多分中田中里さんが上がっとらんからね。何回目の優勝や、4回目の優勝やね。ここ1年で3回優勝してますけどね、番付。あ、変わってないわ。影野さん怒ってないもんね。また使用発動。あ、でも下田中里さんが繰り上げて繰り上がりましたね。誰が来た、
星の花さんか。そうよね。はい、それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。続きはまた次回です。ご視聴ありがとうございました。次回は5月場所です。それではさよなら。